クラブツーリズム。皆さんこんにちは。私はクラブツーリズムでアフリカツアーを担当しております佐川と申します。隙間時間で海外旅行気分を楽しめるどこでも旅気分シリーズ第3弾始めます。本日のどこでも旅気分はアフリカ大陸に進出、南アフリカです。アフリカと聞くとどこまでも続くサバンナや未知の民族との出会いなどのイメージが強いと思いますが、今回ご紹介する南アフリカは最先端の大都市でヨーロッパの街並みが残る美しい街並みがあります。そんな南アフリカを最も多く日本人観光客が訪れる時期は10月から11月です。その理由は春の風物詩ジャカランダの風景を見るためです。南半球の南アフリカは今まさに陽気な春が到来、その暖かな春の始まりを告げるのがこのジャカランダの花です。今回は満開を迎えたジャカランダの街並みを現地手配会社トンプソンツアーズのウェドさんに撮影してもらいました。ウェドさんにはジャカランダシティの愛称で有名なプレトリアという街から2020年の春の景色をご紹介いただきます。それではウェドさん、よろしくお願いします。 Good morning from sunny South Africa. We are in the heart of the administrative capital of the country, Pretoria. Pretoria is also famously known as the Jacaranda City. That is because there are over 70,000 jacaranda trees planted throughout the city. Jacarandas burst into full color. This happens every year during the months of October through to November, depending on the weather conditions. It has been said that students studying in Pretoria believe that the jacaranda tree can bring you luck. They say that if you are studying for exams and a jacaranda blossom is falling on your head, it means you will successfully pass your exams. Jacaranda trees of Pretoria hold a little secret of their own. Here in one Pretoria neighborhood, in Herbert Baker Street, you will find about 100 jacaranda trees whose flowers are snow white. 99.9% of jacarandas are purple. So this is indeed a very rare and special splendor. 最後にドライブ気分で車窓からの景色をお楽しみください。いかがでしたでしょうか。とても綺麗なジャカランダでしたね。見ごろは例年10月から11月となりますので、ぜひ来年は現地でジャカランダ鑑賞をお楽しみください。また他にも南アフリカにはたくさんの魅力があります。今回はその一部をご案内させていただきます。ここは有名な喜望峰です。大航海時代の舞台になった場所でもあります。アフリカの最南端ではなく最南西端ですのでお間違いなく。こちらはケープタウンの中心部にあります世界遺産テーブルマウンテンになります。
新世界七不思議の一つとも言われています。標高1000メートル以上の高さからケープタウンの街並みを一望できます。ここはボルダーズビーチ。愛らしいケープペンギンがたくさんいます。ぜひ会いに来てください。アフリカといったらやっぱり動物ですね。ライオンやゾウ、キリン、カバなどたくさんの野生動物に出会えます。いかがでしたか？少しでも皆様が南アフリカに行った気持ちになれたら幸いです。観光として南アフリカを訪れることができるまでまだ時間がかかりそうですが、実際に楽しめる日を心待ちにしていてくださいね。今後も定期的にどこでも旅気分を配信します。次回はどの国でしょうか？お楽しみに。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また世界の絶景秘境をお届けするクラブツーリズムブランドグランデツイッターアカウントもあります。詳細は下の概要欄からご確認ください。ご視聴ありがとうございました。